タツクシオ小タケコタケタツクシは、高知県西部の足摺岬近辺にある気象。タツクシ海岸ともいい、戸佐清水市にある。競技ではタツクシのみを指し、講義では周辺の見残し海岸を含める一帯を指す。いずれも足摺り和国立公園に属する。なお、名の由来は不明であり、竜を串刺ししたような景観から名付けられた説や、アイヌ語にちなむ、説。 がりょうさんの流伏せが点火した説など諸説が立てられている。立つクシの一体は、砂岩とデイ岩の層が互いになっており、その層が破色、風色を受け形成されたもの。中でも一直線上に丸みを帯びた摂理が見られる大竹小竹は、立つクを象徴する代表的なものである。他に絞り膜、卵埋し、河津の線引きずれ、 戦場時期などの名所がある。辰久市から千尋岬を南下したところにある海岸。見残しという地名は、工房大師がこの景勝地を見残したことにちなむと言われる。辰久思想層と言われる地層からなっており、砂岩、低岩が長年の破色風色作用によって岩肌に無数の火がけつを生み出しているのが特徴。病部岩がよく知られるほか パクチーは人魚御殿などの見どころがある。このタツクシ、ミノコシ一体は化石の宝庫でもあり、海類をはじめ、パイプと呼ばれる生根化石が多く見られる。他に破食によるレンコンも多く確認できる。周辺の海域はタツクシ海域公園に指定されており、足ずり海底管という水中展望塔が設けられている。温暖なためにサンゴが生息しているが、近年は、 海洋の汚染や発火現象などにより、個体数が激減、保存運動を呼びかけている。また、入江を利用して真珠貝の養殖も行われている。ありがとうございます。